マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これから私の瞑想時間、無念無想の瞑想を行っていきます。この私の瞑想時間では、基本的な瞑想誘導をなるべく少なくして行い、一緒に瞑想をして落ち着いた日常を取り戻し、今ここに戻っていくことを目指しています。ぜひ最後まで一緒に取り組んでください。それでは早速、ゆったりとした気持ちで始めていきましょう。この瞑想は基本的に座りながら集中して行うことをお勧めしますが、聞き流してリラックスしていただいても結構です。一切の縛りや一切の自分に歯止めをかける思いを外して、この時間心を自由にしていきましょう。まず深呼吸をして、体中の酸素を入れ替え、緊張をほどいていきましょう。それでは吸って、吐いて、もう一度吸って、吐いて、大きく息を吸って、ゆっくり吐いていきましょう。深呼吸を繰り返してください。ただ呼吸に集中して、外の世界と自分を切り離していきます。目をつむって自分だけの世界に入ります。自分の心の内面に入り、それを見つめていきます。深い湖の底で一人座っているイメージをしてください。湖面の上で何が起こっていても何も感じません。今あなたは静かな心でこの瞬間を楽しんでいます。これから無念無想の瞑想に入ります。無念無想とは、何も考えないということです。
さらに考えや思いには段階があります。頭で考えていること、ハートで感じていること、また心の深いところで自分では気づかなかったところで実は考え続けていたこと、このすべてを湖面のようになだらかにしていきます。まず頭の中で考えている雑念を取り除いていきます。雑念とは頭の中に浮かんでくる言葉やイメージです。この中にはこれからしなければいけないこと、気になっていること、買い物や食事や家族のこと、それぞれ大切なことですが、この瞑想に入るときには一旦すべてを忘れましょう。何の義務もなく、何の制約もない自分に戻りましょう。雑念が湧いてきた時には呼吸に意識を戻し、その思いを呼吸で切っていきます。それではあなたの心の奥深くで考えていることも手放していきます。今からあなたの存在は空気のように軽く透明な自分であるとイメージしてください。他の人が見ても見えない。存在がないので何も感じない。考えることもできない。感じるハートも潜在意識もない。心もない。考える主体がない。その無の自分をイメージしてください。
自分がいるところはただ空間だけがある。無色透明で何も感じない。この無の境地を目指してください。それではこの瞑想音楽が終わるまで無念無想の瞑想に入ってください。